かつては、産農プロダクションの劇団日本児童を経て、オフィスチャープに所属していた。声優を目指し、芸能の高等学校に入学。高校卒業後は、日本芸術専門学校演劇学科俳優コースに在学。その後は、ベリーメリーミュージック八王子校にて歌唱を学ぶ。高校三年生時に、映画制作団体パンポコピナの短編自主制作アニメ。 コンプレックスコンプレックスのオーディションを受け、応募総数250名の中から主演のオに、タニ、役に抜擢され、声優デビュー。同作品にて、立品高原映画祭審査員特別賞、フォックスムービー短編映画祭2016審査員、特別女優賞を受賞。女優業は、2017年の気流シネマ、 リクエストコンフュージョンで初めて映像作品に出演。役者業を本格化させてからはオフィスチャープに所属し、声優業としては主にネットフリックス版の吹き替えを担当してきたが、2019年10月31日に退所。フリーになってからは映像関連の女優業にも足を踏み入れる意向を示している。趣味はイラスト、ピアノ、ギター。 小動物の動画視聴。特技は、似顔絵、ダンス、しりとり。聞き手は左手。高校時代からの友人である、小日向舞の生誕記念などの T シャツのイラストを2017年より提供したり、当時所属していた、オフィスチャープのキャラクターボイスサンプルのイラストを手掛けたり、ここならで SNS 用のアイコン作成を受け付けたりなど、趣味のイラストを活かした活動も行っている。 太字はメインキャラクター。映画ドラマアニメ短編映画。ありがとうございます。